アナンハート伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、スコットランド貴族爵位。本校においては、マレー家に対する助爵であるアナンデール伯爵も扱う。ジョン・マレーは、ジェームズ六世付寝室係やフォークランド、宮殿管理官を務めた提神である。彼は1622年6月28日に、スコットランド貴族として、アナンド詩爵及び六ホ名分のマレー教を授けられた。 さらに1624年頃には、アナンデール伯爵に少女したほか、合わせて、ティニンガムのマレー教に上されている。その子ジェームズは、父から爵位を継承したが、彼には、子がなかったため上記4つの爵位はすべて廃絶した。ただし、彼が、親族から継承したストーモント子爵の実は、当園のデイビッド・マレーに相続されている。廃墟と化した居城。 ロッホ名分上帝新ジェームズ・ジョンストンは、イングランド内戦期を騎士党派として過ごし、やがて三王国戦争下のフィリップ法の戦いで、敗れた人物である。彼は1633年6月20日に、ロッホとーのジョンストン教を授けられた後、1642、3年3月18日には、ハートフェル伯爵及びロッホとーモファットデール、 エヴァンデールのジョンストン教に除された。彼の後は、同盟の息子ジェームズが釈位を襲った。二大伯ジェームズは1661年2月13日に、ハートフェル伯爵以下を一同王冠に、返還の上、アナンデール伯爵及びロッホーと、モファットデール、エヴァンデールのジョンストン教として、再除爵を受けた。ただし、直居上には、不重条件があり、一伯爵用、 統合扱いして、アナンハート伯爵と呼称すること、二千0巻の例をもって1643年3月18日の創設とみなすこと、三継承条件は男系男子であることが定められていた。この二つの爵位の承継規定は1662年4月23日にさらに拡張されて、除系による継承も合わせて認めるものとなる。初代アナル ウィリアム・ジョンストン伯爵家の領地アナンデール地方をハートフェルから眺める。その息子であるウィリアム・ジョンストンはスコットランド枢密院やスコットランド国務大臣を歴任した政治家である。彼は1701年にアナンデール公爵に上る爵するとともにハートフェル伯爵、アナンド主爵及びロッホーとロッホ名分モファットデール及びエヴァンデールのジョンストン教の爵位を 授けられている。初代公の後はその子ジェームズが借位を相続した。二代公ジェームズは1726年に、ママ母の子供を財産継承から外すべく、すべての借位を返還、再助借を受けている。彼が生涯未婚のままナポリで死去すると、借位はイボテイ・ジョージに相続された。しかし、三代公ジョージもこのないまま死去したため、1701年位軍は、 ことごとく廃絶した一方、残る爵位はすべて休止した。ジョージの、またおいにあたる、第三代ホープトン伯爵は、同家のスコットランドにおける領地を相続した後、休止した爵位の回復を請願したがこれには、失敗している。第三代ホープトン伯爵の女系子孫にあたる、パトリック・ホープ・ジョンストンは、休止状態にあった、同爵位の請願を行った。その結果、 1985年に請願が認められて、翌年には第11代アナンハート伯爵として、貴族委員より、招集193年ぶりに、爵位の回復を果たした。この際に、貴族特権委員会は1660年頃の直居状による爵位継承を拒否して、1662年4月23日付与の除権相続を認める特別継承規定に基づき、 スコットランド貴族爵位アナンハート伯爵の名で回復を決定した。この委員会決定は、1660年頃に創設された伯爵くらいとは別に、1662年の継承規定拡大に際して新たな伯爵位が新設されたこと。したがって、第3代アナンデール公爵までの歴代当主は2種類のアナンハート伯爵を保持していたことを意味しており、 これに基づけば前者は今現在も休止状態にある。彼が2020年現在も伯爵家元当主である。元当主である第11代アナンハート伯爵パトリック・ホープ・ジョンストーンは以下の尺を有する。アナンハート伯爵ホープ・ジョンストーン家は以下の地位及び職責を世襲する。第2代アナンデール公爵ジェームズ・ジョンストンこれ以降の歴代伯爵は11代伯に至るまでは デジリとしての当主であるため、括弧書きとする。爵位の法定推定相続人は、現当主の息子である、ジョンストン教、デイビッド・パトリック・ウェント・ワース・ホープ・ジョンストン。法定推定相続人の法定推定相続人は、その息子である、マスター・オブ・ジョンストン・パーシー・ジョン・ウェント・ワース・ホープ・ジョンストン。これら3つの爵位はすべて、スコットランド貴族爵位であり、いずれも、 男子への継承を求める者。与えられた爵位はアナンデール伯爵だが、直挙上によって、その故障が永遠にアナンハート伯爵とされるべきと定められているため、強調なしの表記とする。女子による継承の場合は長女を優先するほか、最終的には、ジョンストンの生命と紋章を受け継ぐ、譲り受け人にまで相続を認める、極めて広範な特別規定である。 一連の爵位はすべて、スコットランド貴族爵位であり、男子を相続人とするもの。以下、1701年爵位軍と呼ぶ、ありがとうございます。